のリビングの田口です。私が今いるのはね、このソンダービルディングっていうね、はい、場所は、まさにね、あそこに、ビンホームズスカイレークで、ここがカリナスランドマーク72ですね。はい、まさにファンフン通り沿い、はい、この向こうはもうガーデンビッグシーとかね、あるところですね。はい、この角に立つちょっと古いんですけどもね、ソンダービルディングってあります。はい、ビルがね2つあって、向こうが A とこっちが B とと呼ぶんですけど、今日ここのね、まあまあ広めの、オフィススペースを皆様にご紹介しますね。はい、でこれから、カメラを行きたいと思います。26階ですね、最上階に上がってきまして、88平米のオフィススペースですね、ご紹介しますね。はい、お、これで88階ってこう一瞬思うんですけど違うんですよ、このね、何とも言えないこの L 字型、はい、L 字になってるんですね、わかりますかね。これで88、ちょっと形が何でしょう、こういう風な感じになるんですかね。はい、このね、なんというのかちょっと怖いですけどね、バルコニーみたいなのついてるんですよね。タバコ吸うにはちょうどいいのかなと。これ開閉できるんですよね。はい、でね、バルコニー、ここにもルーフバルコニーがつくんですよ。これ見てください、これちょっとね、オフィスという感じじゃないんですけど、オフィスですけどね、これね、もうほぼほぼ最上階ですね。はい、もう眼下には、はい、鋼材の街ミーリンがドワーッと広がってますね。すごい景色ですね、これね。ここはカンナムス、ランドマーク72ですね。インターコンチネンタルホテルです。すごい高いですよ。はい、このスペース88。はい、向こうにミーディのサッカースタジオが見えてますね。はい、ものすごい、あ、エメラルドがあそこに見える。おお、すごいですね。はい、ザマナーの街並みですよね。ザマナー。どうでしょう。はい。この88、ちょっとトゥーマッチかなっていう感じかもしれませんけど、はい、88平米のちょっと形がいびつなんですけどね。これで、家賃がちょっと高いか、88もあるんでね、1232ドル、税金と管理費込みです。はい、エアコンとかはもうついてて、ここですかね、ダイキンのエアコンがついてますね。はい、ビルトインで、もうそういうのは大丈夫なんですけども、床がまだこうコンクリートの剥き出しの状態ですかね。はい、いかがでしょうかね。あ、そうか、ちょっとね、この周りのオフィスの 中もちょっと見ときましょうかね。エレベーターが3機ありましたね、3機。はい、ここはね、なんか、はい、なんかわかりませんが、あって、こういうちょっとしたスペースがあって、お手洗いがここにあるんですね。パントリーはないか。パントリーはこの中ですかね。はい、この中。これがお手洗いですね。はい、で、ちょっとこういうね、オフィスもちょっと今閉まってるのかな。コロナで閉まってるでしょうか。で、ここもちょっと空いてるようですよね。うん、で、今回ご紹介するのはこの先。ここに2つ目のエレベーターがあって、向こうに2つありました。合計3機ありますね。3機あります。これもなんかちょっと分かりません。ベトナムの会社があります。はい、こんな感じですね。88平米のオフィススペースです。今ね、向こうの L 字型したあのスペースを出したが、同じフロアにもう1個あります。こっちの方が形は正長方形ですので、はい、まあ、こっちの方がいいんじゃないかなと。全く同じ88平米だと言ってます。同じだと言ってます、88。おそらくですね、そこのこれなんかバルコニーがつくんです。これね、珍しいこと、バルコニーがつくんですけど、ここのバルコニーも含めて88じゃないかなっていう気はしますけどもね。はい、この感じですね。この感じです。はい、どうでしょうかね。ものすごい絶景ですね。はい、ランドマークが72が見えて、はい、向こうはもう、ハイアットリージェンシー、ハイアットじゃないな、マリオットホテルですね、が見えてますね。はい、この景色、はい、ちょっとこういう
こういうフェンスがあるのがちょっと不思議なんですよね。はい、ここが88ドルで、家賃は同じく、はい、1232ドルです。